はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、日本酒、ね。2連続日本酒、忘れていた、買ってね、買ったのに忘れていて飲んでなかったシリーズ。こちら、これなんだこれ。あ、菊正の絞りたて生貯蔵酒と書いてあります。菊正絞りたて銀パック。進化する日常酒で食卓をもっと上質に。とかなんとかいろいろ書いてありますね。アルコール度数が14度以上15度未満。原材料名が米かっこ国産、米麹かっこ国産米、醸造アルコール。菊正。菊正宗って読むのこれ。菊正宗酒造株式会社。神戸市の会社です。まあいいや、これは、うんちくが、いろいろなんかここにうんちくが書いてあるんだけど、まあ、そんなのはどうでもいいんだよ。飲んでみてうまいかまずいか、それだけ。まあ、うんちくなんでどうでもいいんだよ。うんちくなんてな、垂れてるな。お前、女をナンパするときぐらいしか、お前、うんちくなんて言うといらねえんだよ。酒のうんちくなんてな、大したら、面白くねえんだよ。それではね、これ確かコンビニで買った気がする。それでは、いただきます、カンピー。んー？なにやこれ？ちなみにこれ 500cc ですね。500ml。なんかすっごい風味が強い。なんだろう。フルーツのような甘い風味がする。甘い。甘い。もう、フルーツみたいな甘さがある。なんだこれ。飾らない日常の酒にこそ革命を起こしたい。そんな思いが何とも届く、驚くべき酵母を生み出しました。低精白の普通酒でありながら、ほとばしるような芳醇な香りを醸し出したのです。冷やして注げば驚きのフルーティー感が、花々しく口の中に広がります。どうぞいつもの食卓で気軽に楽しんでみてください。日常酒の概念を変える新しい日本酒の誕生です。日本酒度がプラス3。国産米 100% 使用。で、おすすめが冷やして。ね。で、やや辛口で淡麗と書いてありますね。じゃああれだな。ロックで飲むか。じゃあ、ロックで飲みましょう。まあ、本当はロックで飲むよか、やっぱり。実際これを冷蔵庫の中に入れてね。まあ、飲んだ方がいいんだろうけど。これすごいな。独自開発の新酵母の力が、まるで大吟醸のような際立つ香りを引き出しました。かっこ、このお酒は大吟醸酒ではありません。フレッシュな風味を生かす低温生貯蔵。絞りたてのお酒を生のまま低温貯蔵し、パック詰めの際に一度だけ加熱処理、フレッシュ感そのままに充填しました。グラスで楽しむグラス酒。あらかじめ冷やしておいたお気に入りのグラスに注いで、華やかな香りとフレッシュな味わいをお楽しみください。だっていただきます。うわこれすげえな。これなんだこれ、これなんだこれ、すごい。こんなにフルーティーな日本酒飲んだことない。こんなの飲んだことないわ。
すっげえ香り、すげえ、なんだろう、まあフルーツのような香り。うわ、これはすごい。ただアルコール感は全然ないですね。すごい水のような感じで飲める。で、なおかつ香りがすごい、フルーティーなんで。うわ、これすごいな。もうなんか、一瞬で飲める。ちょっとだけこう、なんかこう、あれがあるな。ちょっとだけこう酸味が若干ありの、若干ありなんだけど、もう、溢れ出るほどの、なんだこの、なんだ、シャンパンみたいな、シャンパンちゃうな。シャンパンちゃうな。これなんだろうな、この味。すっごい、フルーティー。フルーツのフルーティーさを、スパークリングワインみたいな、白ワインとかかな、白ワインとかのあの風味にちょっと似てる。うん。赤ワインじゃなくて白ワインっぽいな。ああ、ちなみに値段が、これが 500cc で、421円となっております。絞りたて銀パック、はあ、これすごいな、これはすごいな。こんな、なんかこんな日本酒飲んだことない。ただ一つ言わせてもらうと、これ女性向けだ、これ。俺みたいな酒の飲む人間は、あんまり、別にフルーティーなお酒は好みではないんだけど、まあでも、美味しいは美味しいんだけど、これは女性にぜひ飲んでもらいたい。日本酒ね。え、これ日本酒みたいな。え、これ、白ワインみたいな風味がすげえする。白ワインかどうかわかんないけど。これなんていうの、この香りな。これ何の香りだろうな、この。フルーティーな香り。白ワインって結構甘いじゃないですか。それの、まあ甘さもある。なくはないんだけど、あんまりないかな。そんな舌で感じる甘みじゃなくて、フルーティーな香りが甘いんだよね。香りが甘い。うん。とにかく。うわ、これはすごいな。あー、これは、大吟醸とかの、香り、大吟醸酒とかの香りに近いんだけど、大吟醸酒よかは、どうだろうな。でも大吟醸酒を超えた味ってか、風味じゃないや。香りがするかもしんない、これは。まあ、ただ一つ言わせると、俺はもっとやっぱり、こういうフルーティーなのは日本酒はあんまり、そんなに好きじゃなくて、割とこう、ドシッときてる。まあ、でもあんまり、あんまりそこまで好きではないかなっていう感じはあるんだけど、でも、ここまで驚きの、これは驚きですよね。この驚くべきほどの、このフルーツ感、これすごいな。前回飲んだカップの白、白鶴の丸とかのゴミみたいな、ゴミみたいなレベルだね。ああ。肩にも、足元にも及ばないレベルの。
はぁ、あ。でもすっごい口当たりもまろやかでマイルド。なんだけど風味だけがなんか、香りがもうなんか、香りのレベルがすごい。あ、これ、ちょっと、ただ、風味がっていうか、違うな。酒としての重さみたいなのがあんまりないんで、軽いんで、スルスルっと飲めちゃうんですよ。うん。スルスルっと飲めちゃうので、これはちょっと、もうちょっと日本酒の酒が強かったら、日本酒の酒がじゃないや、日本酒の味が強かったら美味しかったかもしれないな。ちょっとあまりにも日本酒の、風味が、その日本酒の酒としての風味があまり、もはやぶっ飛んだ領域にあるんで。あ、すごい軽快なんですよ。もうちょっとドシッとくるやつがいいんだけどな。個人的には。もうね、軽やか。口当たり軽やか。めちゃくちゃこの軽やかのこの、スーパー軽やか、風味がボーンみたいな。スーパー軽やかなんだけど、口当たりがスーパー軽やかなんだけど、すごいなんか、香りがすごい。これでもすごいな。いや、でもすごいと思った、これは。これほど香りがこう、ブワーって出る日本酒なんて、なんだろう。八海山とかでも、八海山、八海山とかのよりもやっぱり風味がすげえ、香りがすごいんですよ。もう、フルーツのような香りがものすごいんだけど、でもやっぱり八海山にはかなわないかなって。やっぱドシッとした感じと、やっぱり風味はね、日本酒の酒っていう風味。もう酒ってさ、酒の風味がなければさ、酒好きはさ、酒好きな人間はやっぱさ、酒の風味がないと面白くないんだよ。単純に面白くない味なんだよね。だからもうこれはほとんどあれだよ。フルーツの、ジュース。フルーツの桃とかのジュース。ネクターとかの。あれに飲んでたら、あれ、お酒入ってたパターン。あれ 100% 桃のジュース飲んでたはずなのに、あれあれこれなんか酔っ払ってきたみたいな。そんな感じ。だから、ほんと酒好きな人間はちょっとこれはま、あれかもしんないけど。まあでも飲んだことない人はちょっと飲んでみた方が、酒の好きな人でもね。まあ特にやっぱおすすめするのは女性であんまり日本酒が、飲めないとか、もう日本酒が嫌いとか言ってる人は、ちょっとこれは、ね、ちょっとしたきっかけになるかもわからん。日本酒が好きになるきっかけになるかもしんない。この、フルーティーさは。ああ。なんだろう、マスカットみたいな。マスカットみたいな風味。マスカットって言ったらやっぱ白ワインでしょ。白ワインみたいな風味な。甘口の白ワインみたいな感じ。そんな風味のある、なぜか日本酒。日本酒なんだけど、なぜかこう、マスカットみたいな風味がするっていう。すごいな。これマスカット風味日本酒。マスカットの風味の日本酒があった。まさかの。
まさかのマスカットみたいな日本酒がありましたっていう。あ、これはすごいな。これ発見だな、これはな。これすごい発見だな、これな。コクはほとんどないですね。コクはほとんどないんだけど、甘みもあんまりないんだけど、甘みもあんまりないんだよな。香りがズバ抜けて高いやつね、これな。あ、これは、美味しい。これ美味しいっていうか、これ飲む価値のある。人生で一回ぐらいはちょっと飲んでみても、いいんじゃないっていう感じね。まあ、俺はあんまりそこまで、あれじゃない、あれなんだけど。でも、パンチがすごいんで、香りっての、香りのパンチがね、ものすごいんで、これはちょっと、ワンチャン、飲んでみた方がいいかもわからないです。2254です。ご視聴ありがとうございました。